e m a x でのイライザの例イライザは初期の素朴な自然言語処理プログラムの一つである。対話型であるが音声による会話をするシステムではない。スクリプトへのユーザーの応答を処理する形で動作し、スクリプトとしてはドクターという来談者中心療法のセラピストのシミュレーションが最もよく知られている。人間の思考や感情についてほとんど何の情報も持っていないが、 ドクターは驚くほど人間っぽい対話をすることがあった。MIT のジョセフ・ワイーゼンバウムが1964年から1966年にかけてイライザを書き上げた。いわゆる人工無能の起源となったソフトウェアである。ユーザーの入力する文がドクター内の非常に小さな知識ベースの範囲以外のものだった場合、ドクターは一般的な応答を返す。例えば、 頭が痛いといえば、なぜ、頭が痛いとおっしゃるのですかなどと返し、母は私を嫌っているといえば、あなたの家族で他に、あなたを嫌っている人はなどと返す。単純なパターンマッチ技法を使っているが、一部のユーザーは、ワイゼンバウムがその仕組みを説明しても納得せず、イライザの応答を真剣に受け止めた。ワイゼンバウムは、ドクターについて、 初期の精神医学的インタビューにおける無思考性精神療法医の反応のパロディであると述べている。彼が精神療法を選んだのは実世界の知識に関するデータベースをプログラムに入力するという問題を避けるためであり、精神療法という状況は人間同士の対話でありながら、その対話内容に関する知識をほとんど必要としないという特徴があったためである。 例えば、好きな作曲家はという質問には、あなた自身の好きな作曲家はとか、その質問は重要ですかなどと返すことができ、作曲家に関する知識を必要としない。イライザという名前は、ジョージ・バーナード賞の擬曲、ピグマリオンの登場人物、イライザ・ドゥリトルにちなんだものである。彼女は、上流階級のアクセントでの話し方を教えられる。 労働者階級の役である。ワイゼンバウムは当初独自のリスト処理言語スリップで実装した。簡単な公文解析を行い、抜き出したキーワードを決まり文句に埋め込む。ユーザーが最初に入力する文章によっては、対話の相手が人間であるという幻想は即座に消し去られることもあるし、何とかのやりとりを続けることができる場合もある。時には対話が非常にうまくいき、 マシンの真の理解力不足が明らかになるまで数分間ドクターと感情的にやり取りした人々の逸話は数多い。これはすべて人間側がコンピュータの出力した分に独自に意味を読み取った結果である。1966年当時、対話型コンピューティングは目新しかった。パーソナルコンピュータが一般化する約15年前であり、インターネットや アプリケーションソフトでの自然言語処理が一般化する30年も前のことである。これらのプログラムは長年の研究の成果であるが、イライザは人間とマシンの対話を人間と人間の対話に見せかけようとした最初の試みとして記録に残るだろう。1976年、ワイゼンバウムの書いた記事コンピューター、パワーヒューマンリーズンがザニューメディアリーダー誌に掲載された。 その中で、ワイゼンバウムは人々が、いかに素早くかつ深くそのコンピュータプログラムに、感情的に没頭したかを記している。対話の記録を見ようとすると、プライバシーの信頼だとして、拒んだり、対話中は部屋に一人きりにしてくれと頼んだりといったことがあったという。ワイゼンバウムのオリジナルはスリップで実装されていたが、これをバーニー・コセルがアリスプに移植した。リスプは、 当時主流の言語ではなく、どこでも使えるものではなかった。多くの人がイライザに触れたのはベーシックへの移植版が登場してからで、ジェフ・シュラガーが1973年に移植したものを、クリエイティブ・コンピューティング誌が1977年に掲載したのが最初である。このバージョンが初期の各種パーソナルコンピュータで動作し、そこから様々な言語に移植され派生していった。 ソフトウェア技術者の間で人気となったバージョンとして GNU Emacs に当初から組み込まれていたものがある。通常、MetaX Dr. と入力することでアクセスできる。イライザはコンピュータゲームのユーザーインターフェース設計にもいくつかの影響を与えた。ダンダグロは1973年最初期のコンピュータ RPG ダンジョンを制作する前に PDP-10 上でイコラと呼ばれるイライザーを拡張したプログラムを書いている。ウィル・クラウザーが作ったアドベンチャーという世界初のアドベンチャーゲームにもイライザーの影響が見られる。これらのゲームはイライザーの9年後に登場した。日本での影響は人工無能を参照されたい。2008年に放映されたテレビアニメ RD 洗脳調査室にてエライザ・ワイゼンバーグという 名前のチャットプログラムが登場した。ドラマ、携帯操作官7にサーバーの名前として登場した。SF 小説でアニメ化もされたビートレスに人類の知性を超えた超高度 AI によって作られたアンドロイド政治家の名前に起用された。イライザへの反響の大きさは、ワイゼンバウムを悩まし、コンピュータパワー人工知能と人間の理性という本を書かせる動機となった。 この著書で彼はコンピュータの限界を論じ、コンピュータを万能であるかのように見ている人々に人間や生命の重要性を説いた。プラグプレイというドキュメンタリー映画でワイゼンバウムはイライザが画期的だと言ったのは誤解している人々だけだったと述べている。イスラエルの詩人デビッド・アビドンは先端技術が好きで芸術に応用しており、コンピュータを使って 文学を生み出そうとしてきた。例えば、イライザの APL 版との対話を何度か行い、その内容を、マイエレクトロニックサイクイトリスト、A と、オーセンティックトークスウィズ、A コンピューターと題して出版したことがある。その序文でこれを、コンストレインドライティングの一種だとしている。先に挙げた、イコラ以外にも、イライザの方式に基づいた、様々なプログラムが様々な言語で作成されてきた。 例えば、1980年には、ランディ・サイモンのドントアスクソフトウェアという会社が、アップル2 II、アタリ、コモドールなど向けに、イライザ風のプログラムアビューズを開発している。これは、名前の通り、ユーザーの入力に、罵りで応答するものだった。スペインでは、ホルディ・ペリッツが1993年に、クリッパー言語で、 m s ドス向けに書かれたジーブルというプログラムを開発した。また、イライザに基づいて宗教的なバージョンのプログラムも開発された。1980年のゲームプリズナーにもイライザ風の対話が用いられている。ジョージ・ルーカスの映画サンクス1138では未来の地下社会の住民がストレスを感じた時に利用する国会室が登場し、 キリスト風の顔を表示したコンピュータとイライザのような対話をするシーンがある。イギリス人アーティストでワイゼンバウムの友人でもあるブライアン・リーフィン・スミスは1988年フランスのブールジュにてサラマンドレというインタラクティブアートを展示した。これはベーシックで書かれたクリティックとアーティストというイライザ風プログラムを2台のアミーガに搭載して動作させるもので観客は 一方が表示した文をもう一方に打ち込むことで会話を成り立たせる。実はこの二つのプログラムは全く同じものだった。2011年に発売されたスマートフォン iPhone4S の日本語版シリでイライザについて質問すると友人の元精神科医である胸の回答がなされる。また面白い話をして長い話をしてと質問した際に出力される小話の中にも イライザが登場し、ここでもイライザ風の対話を交わしている。イップソフトは仮想サービスデスクアシスタントエリザを開発した。このソフトウェアは顧客の電子メールや電話に応答するもので約3分の2の問題を人間の助けなしで解決できるという。ING グループやモルガンスタンレーが顧客対応にエリザを使っている。ありがとうございます。